さあ本日の歩行ですけれども、えー、これね、ノルウェーの森とスパイ大作戦を合体させたアラン・コープランドの変わった変わったビートルズカバーと言っていいんでしょうかね、それともスパイ大作戦の変わったカバーともいえる、まあ、マッシュアップという最近の DJ の手法。 つまり A という曲と B という曲を合わせて C という新たな作品を作り上げるという、それの先駆けと言ってもいいですね。これ、68年のグラミー賞を取ってますから、もうかなり前です。で、ノルウェーの森は、ビートルズの1965年、ラバーソウルに入っている作品です。で、ジョン・レノンが作って、もちろんジョンがボーカルと。 でバックコーラスにポールが入るとでジョージがですねロックミュージックで初めてインド楽器のシュタールというのを取り入れたということで事実にエキゾチックな雰囲気を出してますエキゾチックって言ってもビートルズは「ノルウェーの森」それを出してるんだとまあ長年ずっとみんなそうかこれノルウェーの森って英国から見たら異国情緒なんだなとか日本の「 みんなはですねリスナーはずっと思って聞いてたんですけれども近年になって村上春樹さんとかそういう英語の堪能な方がですねあれは「ウッズ」じゃなく「ウッド」だからノルウェー製の家具とかノルウェー製のそういう安くてなんか独身の一人暮らしの女性とかがなんかこうよく。 好んで自分の一人暮らしの時に、えー、使ってるというそういうノルウェー製の家具だというそういう説が現在は定説になってるんですね長らく「ノルウェーの森」っていう砲台も含めてですねずっとエキゾチ君が思ってたんですけどそうなるとこのシュタルはどういう効果を持ってビートルズは採用したのかこれについてきちんとした回答が どんな文献にもまだないんですよね。だってインドの楽器ですよすごい神秘的な東洋のスパイスの香りが立ち上るようなああいう楽器をまあノルウェーの森かって言うんでまあなんとか幻想的にと思ってましたけどそれが安い若い独身の女の子とかが使ってそうなまあ今で言えば IKEA とかですねそういうような感じの家具。 そういう家具がある若い女の子の部屋に遊びに行った男の話というまあジョンが隠れたあの自分の妻のシンシアに隠れて行ったラブアフェアをいろいろ例え話にしてオブラートかけて作ったんだと後にインタビューで言ったりしてますけれどもそういうあれで何でシタルなのかなと思いますけれどもまあまあまあそのラブ ラ,ラブソングというかヒドゥンラブソングそれを、えー、っとなぜアラン・コープランドはこの「スパイ大作戦」英語題名「ミッション・インポッシブル」トム・クルーズで、ね、リメイクされたりしていまだにこの「ミッション・インポッシブル」のテーマというのはもう。 若い世代にも有名でスタンダードナンバーになってますけれどもこれ日本の放映テレビ放映は67年から開始されてもう大人気でですねこのスパイ大作戦のこのテープレコーダーこれに大平徹さんの声でですね「おはようフェルプス君」ってここから始まるんですけれどもその結局アメリカの政府がですね もうどうしようもできないこの東西冷戦のさなかの時期に、えー、と東欧諸国とかなんかソ連の息のかかったなんか国のなんかそういう元帥なりそのトップをですね 転覆させようとするようなことをアメリカはしたいんだけれどもそれをなかなか表立ってできないということでこのフェルプス君をリーダーとするそういう私立の,あのいわゆる国家から雇われた民間の団体がそれを行うというそれの指令をですねアメリカという国家がですね 人知れず今回の任務はって言って与える時にですねいろいろとこう電話ボックスの中に入ったらですね茶色い包みの封筒になんか入っててそれをこのジム・フェルプス君が開けたらちっちゃなカセットテープレコーダーでそれ開けたらですねそれをプッシュしたら「おはようフェルプス君」って言って今回の君の任務はとかいろいろ言うんですよ。 であのー、まず写真の男はとかでここの国の元帥であるとかねなんとか言ってで最後の決め台詞が <laughs>「なおこのテープは自動的に消滅する」って言ってしばらくしたらプシューって煙が出てテープ自体が証拠自動的に隠滅されるっていうでそっからですねフェルプス君がこの任務にはこの力持ちの男がいるなとか あとメカに強い男がいるなとかこう自分の知っているそれぞれのエキスパートたちをこう写真で選んで今回のプロットをジム・フェルプスの頭の中で立てるわけですよ。で実行不可能な指令をこう実行して。 帰ってくるというだから「ミッション」っていう書類があってボーンと斜めにハンコで「インポッシブル」って押されてそういうタイトル画面なんですけど「ミッションインポッシブル」ってそういうことなんですよ。でえー、っとこれね日本ではこの大平徹さんのそのテープの声まで入ったサウンドトラック版のシングルとかが出てて私はそれを中古レコード屋で見つけて買った。 ほどですよ90年代末かなであれですよねそこのライナーの次日本版のそのライナーの次ですね書いてあったのはとにかく面白いともう67年に日本でフジテレビ系列で放送開始されたんですけどこんな面白いのがあるのかと毎週その放送される曜日のその時間帯に 同行の詩を募ってカラーテレビの前に集まってみんなで今回もふーんとかってどうなるんだとかって言って楽しむっていうスパイ大作戦の放送そういう同好会まであるとかってそんなことまで書かれてるくらいもう熱狂したんですよね最初前半何をやってるか全くわからないんですけれども後半でバタ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 っとあだからここでこのなんか 通風口のダクトに入って電気の配線をいじってたりしたのかとかこのなんでここでこの変装の名人がですねこの人に化けてこうやってたのかとか最後に全部分かって敵の,その首相なりその元帥なりが失脚するっていうそういう形で。 そのチームがベリッと変装の目地は変装の顔を剥がしてですね車に乗り込んでとか去っていくっていうみんなでチームでよくやったっていう感じでニヤッと笑ってそういうね素晴らしい1話完結の物語なんですよまあたまに前後編もありますけどでこれの第4シーズンなんかはあの後に「スター・トレック宇宙大作戦」という日本語題名でテレビ放送されてましたけどあれのスポック役のレーナード・ニモイなんかも。 そののチームの一員とししてて出たりしてるんですよねまあまあまあそんなわけでですねこ後にそれこそ BS 放送とかのワウワウとかの時代になったらこの新スパイ大作戦なんかも出て「そのおはようフェルプス君のフェルプスっていうそのジム・フェルプス君は健在でその電気技師のエキスパートだった黒人の人がいるんですけどその人の実際の息子が。 そのエキスパートを役で今度「ああの時の彼の息子か」ってドラマでもフェルプスくんが言うっていうそんな形でやってたんじゃなかったかなリメイクそんな感じでリメイク版までで作られたんですよねでしかもですねこれ私が大学時代だからこれ80年くらいかな1900その時に東京で朝の10時からそのなんとスパイ大作戦が 再放送毎日月曜から禁用されて狂気乱舞して私はビデオテープに撮ったんですねビデオテープ私79年の春の大学入学祝いに買ってもらったんで早かったんですよだから、あのー、80年1月16日のポールが成田で逮捕された時の、えー、いわゆるワイドショーもかなり。 録画することができましたし同じ80年の12月8日のジョンの射殺その秘宝もいろいろワイドショーとかニュースとかできる限り録画しましたどちらも悲しいニュースなんですけどねとにかく80年は ボール逮捕で始まりジョンの射殺で終わるというビートルズファンにとってもう悪夢のような1年でしたけれどもまあその話は置いといてビデオテープビデオデッキ買うの早かったんですよソギーのベータマックスで。でえっ、ー、とそしたらなんとですね初期の頃はあの銀髪がトレードマークのジム・フェルプスくんじゃないんですよその最初に指令のテープを聞いたりしてやるリーダーが。 で、でおはよよ。う、ううっって言うんんすよわー違う人だったんだたと。最初1話だけのパイロット版かなと思ったんですけどしばらくその人なんですよね。そんなことも何て言うんですかね1話から物心ついてからきちんと見ると発見があったりしましたけどとにかくスパイ大作戦大好きだし熱狂してた人は多いと思います。で、えー、とー その「スパイ大作戦」の有名なあのテーマ「ミッション・インポッシブル」のテーマを作ったのがなんと後に「燃えよドラゴン」のあの有名なテーマ「ジャーンジャンジャン」という、まあ、放送でもおかげしましたけれどもあれをですね作ったラ・ロシフリンという作曲家なんですよ。 ラ・ロ・シフリンのもうマニアになってラ・ロ・シフリンの作った映画音楽集なんかもいろいろと私は収集したくらいですね好きな自分の好きなものがこう一人の作曲家でつながるというスリリングな瞬間ですよねこういうのはビートルズを深く研究していくとあったりするんですよね自分が好きだなと思ってた007ゴールドフィンガーのテーマなんていうのがなんとジョージ・マーチンだったりしたんですよねプロデュースが。 というようよな形で,です、ね、えー、っといろいろと一つのものをこだわって深く追求していくと狭く深くだったはずがいつの間にかそこから派生するものもどんどん誰から頼まれたわけでもなく研究するようになってですね知らぬ間に広く深くなっていくと。 何事も私の場合はビートルズが好きでいろいろと研究していったスパイ大作戦も大好きで研究していったというような形がいつかつながったりどん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 普通にそれこそインド楽器の名称とかスタジオ機材の名称とかレコーディングのテクニックとかビートルズが好きだったらどんどん自然に。 いろんな本を読んで吸収していったりそういうことは誰にも起こりうるんですね好きなことを見つけたもん勝ちなんですよね映画が好きな方だったら映画なんていうのも総合芸術ですからその脚本とかで技曲の読み方とかもわかるし照明とかどっからどう当てるのが素晴らしいムードを出すかとかもちろん映画音楽とかもあれはクラシックとかを深く味わえる体になったりも すする入りり口だったりとかですねもちろん役者の演技そして小説を映画化したりとかのそのアレンジの仕方とかですねまたは映画を小説化してノベライズ化とかっていうんですけど漫画化した場合はコミカライズっていうんですけれどもいろんな形で映画好きなら映画好きでいろんな形でどんどん知識が広がっていくというようなことで。 このアラン・コープランドが作った「ノルウェーの森」と「スパイ大作戦」のテーマの合体作こういう珍奇な作品これを英語では「ノベルティーソング」っていうんですけれどもこういうノベルティーソングも私は大好きなジャンルでございますのでビートルズ「スパイ大作戦ノベルティーソング」っていうユーモアのセンス全部が凝縮されたこのアラン・コープランドのこの合体作珍品 紹介させていただいた次第でございます。それではまたお会いしましょう。なお、この動画をいいなと思ってくださった方は、どうかチャンネル登録およびいいねおよびアラート通知機能、その3つを全てクリックしていただければ幸いです。ではまたお耳にかかりましょう。